5月19日1日の取引を終えました。日経平均株価は昨日に比べて1円97銭高い 16,646 円66銭で終えています。トピックスは 1.82 ポイント下落し 1336.56 で終えました。マザーズ指数は 1.6% の上昇、1000飛び68ポイントで終えています。それではマザーズ指数のチャートからご覧いただきたいと思います。東証マザーズ指数冷やしチャートです。昨日はこのように大幅な下落となりましたけども、今日は主力銘柄の一部に資金が流入し、しっかりと下げ止まったという動きであります。パーセンテージにすると 1.6% 高というところであります。一方の東証一部日経平均株価でありますが、日経平均は昨日の終値付近での着地ということでありました。朝方高く始まりましたが、その後ずるずると売り物に押されて、結局は昨日の終値付近での着地という動きであります。今日は東京時間としては3週間ぶりにドル円が110円台に乗せましたが、消費増税ですとか日銀の動き、それから財政出動あるのかないのかといったところ、この日本の政策への不透明感といったところで、ドル円の方は3週間ぶり110円乗せましたけども、政策への警戒感、不透明感といったところで、なかなか買い上がるという動きにはつながりませんでした。こうした中で動いている銘柄をご紹介しましょう。まず買われた方の銘柄であります。3186ネクステージです。こちら中古自動車の売買などを手掛けている会社でありますが、今日はこのように大商いで、そして大幅高と、上昇率にして 10% を超える上昇でありました。足元のレンジから窓を開けて上っ離れての動きでありました。ネクステージについては自社株買い発表しています。発行済み株式数の 3.955% と、かなり大きめの自社株買いを発表しています。東京市場全体的に、政策不透明感でなかなか強い材料が出ない中、個別の需給関連の材料といったところで注目されたようです。ネクステージは 10% 強の上昇でした。一方で売られていたセクターが資源関連のセクターであります。5713非鉄セクターですが、住友金属鉱山です。こちら昨日 WTA の原油が下落、そしてロンドンの金属取引所で銅も下落しています。このあたり、アメリカでややドル高方向に触れているということで、ドルベースで取引される資源関連の商品、原油ですとか金属、昨日下落しました。それを受けてその銅価格、特にロンドンの取引所での銅価格との連動性が強いこの住友鉱山であります。昨日上げた分を今日1日で吐き出してしまった格好でありまして、下落率にしますとこちらは 3.5% 安で終えています。以上、東証アローズよりお伝えしました。